はい、では反対側向きましょうか。ここだ。ここなんです。ここをね、あのテニスボールとかでね、置いて上に乗ってあげたりするとね、効果的な場所です。今のはすいません。では仰向けになりましょうか。上向き、上向き、はいはい、よいしょ、あーちょっと、はあ、ではね、ちょっとね、足を少し緩めますね、はい、こう、
ちょっと足も上げます。はい、上げますよ。ここだ。します、ね、はい、よいしょ。あっ、よいしょ。じゃあちょっと待ってね。ちょっと脇もからこう下げますよ。背中をサラサしてもらうと、一番初めに触った時から比べると、だいぶ背中が今柔らかくなってきてくれてます。はい、右側のこの辺もね、うん、だいぶ柔らかくなってくれてます。はい、ということはね、背中の疲れとか脊柱管狭窄症の背中の筋肉の硬さとかっていうと、足の疲れをしっかり緩めてあげると柔らかくなってくれるんですよ。